本日はポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご…次は岩…岩戸台、岩…この電車、辰巳ポートアイランド行き、本日お乗り忘れのないようご注意ください。ようこそ。遅かったね。長い間、君を待ってたよ。この先へ進むなら、ここに署名をして。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに。時は誰にでも結末を運んでくるよ。さあ。誰？
この時間に、どうして。まさか。待て。明かりが。到着が遅れたようだね。私は霧城満。この寮に住んでいる者だ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。なんていうか趣味っていうか、あ、いや趣味なわけないや。世の中物騒だからな。ご信用といったところさ。もちろん玉が出るわけじゃない。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いてるはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？え、何のこと？ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？どういう意味って、その様子だと本当に平気みたいだね。ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。お願い、出てくれないと困るの。おはよう、眠れた？ね、先輩に案内しろって頼まれちゃって。もう出られる？よかった、じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール、珍しいでしょ。特にここ海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。あ、ほら見えてきた。着いたよ。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。
まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？え？そう、まだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜、いろいろ見たでしょ。じゃあね。生くんよね。2年生で間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前。ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国務課主任の鳥海です。よろしくね。クラス分けも見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品叱るの蓄訓詞という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、今朝竹葉さんと一緒に登校してたのって君だよね。見てたぜ。仲よ、君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つうか竹葉さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。そっか。いや、一緒に学校来たっていうから知ってっかなと思ってさ。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？たく静かにしてよ、怒られるの私なんだから。よっ、転校生。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。俺は伊織純平、純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生っていろいろと一人じゃ分かんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。お、ゆかりっちじゃん。
また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰かで構わず慣れ慣れしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。驚い。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんてか実際聞きたいことあんだけどさ、詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ、何でもそういう話に結びつけすぎだっての。てかそもそも噂になるの早すぎ。なんだなそういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。ならいいけど、昨日の夜のこと本当言わないでよ。何？昨日の夜ってちょ、なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで本当なんでもないの。まったくもう。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃんなあ。ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生、初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。ま、そんなわけだからこれからよろしくな。おーおー、走ってんな運動部。あ、お前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちょっと後だけどな、入れるの。君か、僕。
ょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ。それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なーに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ。遊びじゃ。なるほど、彼か。やあ、私は生月修二。君らの学園の理事長をしているものだ。生月。言いにくいだろ。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると噛みかね。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？変なもの？何のことだい？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。他に質問はあるかい？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹場くんと、それから桐城くん。あと3年生の男子で、真田昭彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に質問はあるかい？なぜって？君を迎えるためさ。なぜかい？あ、竹場くん。そういえば桐城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいな。他に質問はあるかい？よろしい。じゃあ、良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろう。グーグーなんぼ。なんちゃって。お疲れ様。どうだい？彼の様子は。先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は。まあ、とりあえず見守ろうじゃないか。
もうすぐ影時間だ。つまんね。KJ Presents The Bay Happy Tuners。この番組は人に永遠の快適時間、キリジョエレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。見ての通り、彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というかあるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。ようこそベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス。同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。
あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。今はまだそれでよろしい。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。この奴らとちょっとどっか行くべってなると、ここカラオケとかゲーセンとか、あと CD 見たりとか、あとあれよ、クラブ。ええ、行ったことありませんけどね。君か。
どうだよ。昨夜と同じです。やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う、実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。秋彦か。どうして。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから、一応知らせておく。それ、奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。面白がってる場合か。真田君、やつらなのか。はい、ただ普通のやつだ。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室へ。竹葉、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。え、先輩たちは。ここで何としても食い止める。明彦、連れてきたのはお前だ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まあ、何してる。はい、わかりました。暇ないの。今すぐここから出るから。とにかく急いでるの。2階の裏口から外へ出るよ。待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。よし、ここまで来る。竹葉、聞こえるか。はい、聞こえます。気をつけろ、敵は一体じゃないみたいだ。
こことは別に本体がいる。マジですか？ひとまず退却。なんだ、あの巨大なシャドウは。ミツル、行くぞ。待て。あれがここを襲ってきた敵、シャドウよ。そうだ、戦わなきゃ。召喚、私だってできるんだから。来ないで！
battle 10 o'clock direction. Seize the moment and destroy the nation. You rise in slow motion, give me motivation. Breathe out now and stand on arrival. Round up around, sit out, all over. Come in the crowd, watch out the moment. Give more this sound and bombs whole ground. So round up, don't ease the pace, cause enemies brutal. For the truth, there ain't no truth. You're the only one. But the battle goes in. Destruction.再びお目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき、表に出てくる人格。さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時には、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時まで。ごきげんよう。気がついた。気分はどう？よかった。やっと起きたよ。あ、ここは辰巳記念病院って言って、駅前からちょっと行ったとこよ。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。
シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいれば、父さんのこと何か分かるかもって思って。学園に入ったのも、この前みたいなことやってるのもそういうわけ。最も怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。本当？でもごめんね。それに起きたそう、待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。じゃあね。Desire, yeah.